おはようございます。今日は2020年8月25日火曜日でございます。晴天です。今日も暑くなるのかなって感じでございます。ではでは、ギターの練習をしていきたいと思います。一つ目の指の練習をしたいと思います。ではでは、ごまかしちゃった。あ、最後ちょっとおかしかったです。では2つ目です。こんな感じでございます。今日も弾いてみました。ではでは、今日も趣里さんの曲で魔女という曲でギターのコード弾きの練習をしたいと思います。これはね、カポコでございます。いやー、すごい高いですよ。 カポコ6からはこれね、ウクレレの音でございます。ウクレレのコードわかんないから弾けないけど、こんな感じ、ウクレレの音でございますよ皆さん。ではでは、趣里さんの魔女でございます。Thank you.
ない。なかなかね、うまくいきませんね。はいはい、分かっておりますよ。はい。でもね、練習できることが私の幸せなので、どうぞ皆さんご勘弁を。ではでは、うまい曲聴きたい方はうまいところに行ってくださいませね。私は下手でございますよ。はい、ではマイクなしでございます。私の階段どこから登ればいいの、わからない、あれかなこれかな、それとも階段登らなくてもいいの、今のままでいいの、ここにいて何気ない一言が傷つけること、気づかないあなたのこと、私だって傷ついてるさ、このままでいいの、いいのよ、許してあげる、わからないふり、知らないふりしてみせるの、ているのにそれでもいいのよ、許せるなら私のこと知らないふり気づいてほしいの。今日ごめんなさい、なんかね、今ね歌っててね、変な音が聞こえちゃったの。あららら、なんかねびっくりしちゃった。だからちょっと間違っちゃいました、ごめんなさい、すいません。でもこれは取り直しはいたしませんこんなね自由な感じの動画でございますので、よかったら見てくださいね。最後までお付き合いいただいた皆様、いつもありがとうございます。ではでは、今日もチャンネル登録、高評価、よかったらしていってみてください。ではでは、またです。